いらっしゃいませ、こんばんは。大型犬でございます。グイッと。さあ、今週も遊ぼう。でだ。どれやろうか。今、このラインを攻めに行こうよ、このラインを。ああ、一個前のラインまだ残ってんな、これ。どうしようか。これか。嫌なやつ、嫌なやつって言うとあれだけど。めんどくさいやつは先やっちゃおうか。ね、あんまりもういいイメージがないからね。よし、これだ。はい、頑張って乗るよ。頑張って走るよ。もうさ、やっぱね、FR にするなら、そう、荷台に荷物を乗せさせてください。多分スカスカでしょ、なんか。こんなトラクションはかかんないわ。ね、グリップ抜けてお尻ブリンブリン振るわで。大変だって。さあ走ってみよう。ワイパーのついてないこの車で。でね、やっぱ毎回ね忘れちゃうんだよね、この車の機微というか。慎重に慎重にアクセルを開けていると今度はステアリングが雑になってね。でステアリングに集中すると今度はあーこれいかんこれいかん、もう走り方を忘れている。だから両立をしなきゃいけない。ステアリングもアクセルもブレーキも相当慎重に踏んでいかないとこの車は気持ちよく走ってくれない。コンマ7。そして一周が長いな、さではこのレイアウト。これは覚えてらんないな。ね、こうやってステアリングの打角がちょうどいいところにはまったときはこの車でもね結構気持ちよく走れるんだけど、こうステアリング効きすぎちゃうとこういうねアクセルを全然踏めない状態に陥ってしまうので、コンマ7から先が見えねえな。これでもレイアウト長いからね、うわレイアウトが長いので1個のコーナーでミスしてもね、他で取り返す余裕はまだまだレイアウト的にあるからね。さあどうだ、コンマ78からどこまで縮めた ?9 位。1秒以上差ついちゃった。これもう1回だな。ちょっとセッティング見させて。結構前回確か足回りも何も固くしたんだよね。でクイックだけど走りやすいみたいにしたんだよね。うん、スプリングだいぶ硬くしてある。ダンパーをその代わり柔らかくしたの、これは合ってる。アンチロブレーキ、こんな感じだな。よし、もう一回やってみよう。もしかしたら今日は皆さんにちょっとお付き合いいただくかもしれない。納得のいく、まあでもレイアウト長いからな、覚えきれないっていうのもあるけどね、納得のいく動きを走りができるまでお付き合いいただくかもしれない。ね、完璧にもうそのお尻が安定してからじゃないとアクセル踏めてないもんね。うん、タイヤが鳴きながらでもギリギリステアリングを我慢して今のコーナーはうまく曲がれた。ほら早いぞ。いやー難しい。このねステアリング我慢比べがすごいね、難しいんだよね。
ステアリング切りすぎてるとアクセルをちょっとでも踏みすぎるとパコって後ろが回っちゃうし、切らないと当然曲がっていけないしね。これね、しかもきついコーナーの方が難しいんだよな、ステアリングが回すの。お、今ねいいタイムが出た、見えた瞬間に気が抜けた。分かりやすいよね。ほんとステアリングがねこじれると、バイブレーションで教えてくれるので、あ、こじってるよっていうのが分かるんだけど、でも怖くてステアリングが戻せないんだよ、そんなに。ほらこうなっちゃう、きついコーナーほどこうなっちゃう。うん、これはさっきの方がこのコーナーうまかったな、さっきっていうか一個前ね。うん、どうかな、だいぶ気持ちはいいんだけど。あ、これで3位かよ。あっ、そう、コンマ1、コンマ16、15か、ちょうど15ぐらいか。あー、もう一回だけチャレンジしていい？もう一回だけ。セッティングは悪くない、集中力さえ持てばやっていけるはずだ。いくぞ。失敗したな。何が集中力だよ、聞いて呆れるわ。一発目で失敗しちゃった。これでダメだったらもうレース出ましょう。うん、しょうがないからね。ここでコンマ6だもんダメだね、さっきのコーナーが響いてるな、失敗が。あ、でもここスピーディーに抜けたな。アクセルもスペアリングもやりすぎない。そう。おお、コンマ5取り返した。よかったね、2個前のコーナー。どうだ、後半うまいんじゃないか、何かを掴んだんじゃなかろうか。そう、調子乗ると毎回いいことないからね。どうです、あとコンマ1稼いでてくれ。よし、嬉しい。すごい嬉しい、やったー、だいぶ早かったね。よし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 、やればでき、まあこんな何回もチャレンジさせてもらえないけどね、本当だったらね。うん、やっぱり今のセッティングいいね、足固めで滑っちゃうもんは滑っちゃう、その代わり操りやすいというかね、そういう形で。ただスタートだな、スタンディングスタートだな俺。どうよ、もう突っ込みね、結構周りの車が怖いからわざとスピード、進入速度優先で突っ込んでみてます。で、そうしないとお尻カツカツやられてもうくるくる回ってね、えらいことになっちゃうので。いや、いるな、すぐいるな、怖いぞ、頑張るぞ。あはは、なんで速いの、後ろの人あんなに。
完璧あれはコースアウトに近いね今のところはね S 字はね。やっぱコーナーの中盤で左足ブレーキ欲しいね。大事だね。おお、ずいぶん突っ込んできたな後ろの人。怖い怖い怖い。強引あでもちょっと差ができたな。よしよしよし、安心安心じゃないや、気をつけていこう、注意していこう。もう本当後ろすっかすかだよこの車もうリアタイヤにあんまり重さがかかってないのがもう手に取るように分かる。よし、なんとか一周。田中さんもっと上がっといて。おおおお、ロックしちゃった。せっかく稼いだリードがたった1個のコーナーでお釈迦だねこれ。頑張れ、まだ半分だ、まだ半分、ちょうど半分ぐらい今。ここはもうちょっとギリギリ後で審議にかかるとしても後でね、ポイント剥奪かもしれないけど警告が出ない限りあの走りで行こう。でもなんとかギリギリ綱渡りだけど走れてるね。ここがなうまくトレイルブレーキングしたいんだけどできないんだよね、こういうことね。あ、今上手だったな今この。いやすげーレースだなこれこんなさトラックでピックアップトラックでレースしてんだよ。誰考えた人、何のためになんでピックアップトラックでレースしようってことになったんだろうね。速さを競ってるわけじゃないんだよねきっと、なんかお祭り的なあれかな。なんかピックアップトラック好きが集まって最初お走ろうぜみたいな、面白そうじゃんみたいな、農場の端っことかでさやったのが初めとか、それともなんかもう完璧にメーカーがね、ピックアップトラックが若者に売れてるからアメリカでね、昔ね、昔売れてたからちょっとレースでもやろうかみたいなピックアップトラック好きにはたまんないんじゃないかみたいな、そういうイベントやマインドで作ったのかな。なんか生まれが知りたいこのカテゴリーの。危ない危ない、踏みすぎた。怖い。ああ、なんか部品落ちてた、部品落ちてた、怖い怖い怖い。アクセル緩めちゃった、怖くて。
やっぱりリアがスカスカでフロントが重い分、そのタックインじゃないけどアクセルをスッと緩めるとちゃんとノーズが入ってくれるのはね、運転しやすいっちゃしやすいね。 OK、 結果なかなかなリードをつけて1位だ。これは嬉しい。あ、面白かった。ちょっと慣れたかな、ね、毎回言ってる。それで多分ね、明日のレースボコボコなんだよ多分ね。はい、面白かった。じゃあ明日この続きをやろうね。それじゃあ今夜もこの辺で、大型犬がお送りしました。みんなまたね、バイバイ。